全国1000万人のドラクエファンの皆さん、こんにちは。劇版を担当された、杉山浩一さんは、コスモスに君と、の歌詞を見て、イデオンの方向性を掴んだとおっしゃられています。カルミナ・ブラーナのイメージは、音響監督の浦上さんが提案されたそうです。ということで今回は、ドラクエについてあーでもないこうでもないと、フィナーレにこの道は再びがかかり、そして、伝説へなるまで語っていきたいかなと思います。違うだろう。ということで今回は、イデ、とは何か、です。イデの果実の力を借りて、怪獣を倒すことができれば、英雄は助けた美しいお姫様と一緒に、平和に暮らせると言われています。けれど、英雄が怪獣を倒せなかった時には、怪獣ともどもに英雄も星の一つになってしまうというのです。イデの伝説を、カララは劇場版でこのように説明しています。テレビ版ではもっと長く語られていますが、要約すると劇場版のようなものになるわけです。そして小説版では、もともと旧原典に書かれた一節に、おひれのついたものと説明されています。上記のような一節で、物語調にすると先ほどの劇場版で語られる英雄譚になるわけです。そして、古実記という文献に出てくる一節もまた、イデの英雄譚のことではないか、と書かれています。これが劇中で語られている、良き心とか良き力という話に繋がっているわけですね。要するに、バッククランの旧約聖書や古事記には、イデに関する伝説が書かれていて、良き力によって目覚めるものであり、そうでなければ滅びるといったことが伝えられているということです。いきなり本題になりますが、まずは企画書に、イデ、がどのように書かれているのかを紹介したいと思います。ガンドロワの企画改訂項に書かれている、イデ、は蒸気のようなものです。メイフラワとはソロシップの企画段階の名前で、ガンドロワはイデオンのことです。第六文明人が開発したもので、良き意志によって始動し、無限のエネルギーを持つと書かれています。イデの発動、については誰も知らず。第六文明人の滅びも、イデの発動が関係しているかもしれない、と書かれています。そしてイデオンの企画書では次の通りです。こちらでもあまり変わりはありませんが、イデ、というのは人の意志によって始動するエネルギーとなっています。また同様に、第六文明人が開発した無限のパワーを持つものであると。要約すると、人の意志に反応する無限のパワーを持ったエネルギーということになります。しかしこれだけでは、イデ、が何なのかはよくわかりません。いわゆる富のメモには、イデの発言についてのメモ、というものがあります。ここには上記のように書かれています。知性の意識、の共振がパワーとして発生する場。劇中では月のグロリアでの解析の結果、シェリルは上記のように言っていて、イデはエネルギー場として存在し、無限のエネルギーを持っていることがわかります。これは劇場版でも同様です。しかし大事なのはこんなところではなく、なぜイデは人の意志に反応するのか、ということでしょう。そしてこれを理解するには、イデオンを、イデを作った第六文明人はなぜ滅びたのか、を知ることです。第六文明人の滅びの原因を考える前に、モチーフの一つと考えられる、禁断の惑星、の話をしましょう。禁断の惑星、は1956年に公開されたアメリカの SF 映画です。当時のインタビューでのイデの説明で、監督は次のようにおっしゃられています。禁断の惑星、という映画に出てくる、井戸の怪物、と同じものと考えて、とおっしゃられています。この禁断の惑星というのはどういう話なのでしょうか。20万年前、とある星に、クレル、
と自らを呼ぶ高度に発達した知的生命体がいました。彼らは無限のエネルギーを持つ、イメージを客体化、具現化する装置を完成させます。しかし、クレル人は自らの潜在意識に憎悪や闘争心といったものが残っていることに気づかなかった。そのクレル人の潜在意識によって誕生した無限のエネルギーを持つ、井戸の怪物、によって滅んでしまった。といった話なのですが、大なんとか文明人の話に似ていますよね。井戸、というのは劇中では、古代惑星語、として紹介され、潜在意識の基本原理を表す言葉であると説明されています。なので、井戸の怪物、というのは、潜在意識の怪物、と呼ばれるわけですが、実はこの、井戸、というのは古代惑星語ではなく、精神分析学の用語です。フロイトは、人格構造、心的装置、の説明として、自我、超自我、S と呼ばれる3つの領域を考えました。このうち S を、別名井戸と言います。厳密には違いますが、概ね無意識に対応するものが、井戸、であり、潜在意識を表す言葉と言っていいですね。話はそれましたが、第六文明人も彼らの意識の集積である、イデ、という潜在意識の悪意によって滅びたのでしょうか。19話でコスモはこんなことを言います。無限力で動くイデオンを作った、第六文明人は、なぜ滅びたんだろう。34話でもカララが、第六文明人はなぜ滅んだのか、という問いかけをします。このカララの問いは、イデのコントロールに対する話し合いの中で出てくるものです。イデの伝説にあるように、善悪の判断ができるとすれば、イデには思考能力がある。その考えが、エゴ。つまり、イデの自分勝手な考えによって決められるのだとしたら、難解な文章ですが、要約すると、イデに自我があるのであればそもそもコントロールなんてできないということです。これに対して、コスモとカーシャは、イデの伝説は何だったのか、なんでソロシップなんて作ったのか、と言います。このカーシャの問いに対するカララの回答が、なぜ第六文明人は滅んだのでしょうか、というセリフです。カララの言わんとしているのは、第六文明人は、当然イデオンもソロシップも制御できるものとして作った。が、実際は制御できるものではなかったので、滅んだんじゃないの、ということです。テレビシリーズが終わった後のインタビューでは、次のように第六文明人の最後を説明しています。第六文明人は、意志をエネルギーに転化するというシステムを思いついた際に、そのエネルギーシステムを自分たちでコントロールできると思った。実験的にやってみたら、それほど問題は起こらなかったらしい。つまり、この時点では、イデオ開発中の人も、第六文明人全体の意志を集合した場合どうなるか、というクエスチョンマークを見出せなかった。そして実際にやってみて、イデ、ができてしまった時、イデ、本体は、まだ自分自身のパワーを知らなかったために、決定的に、爆発的に始動してしまった。しまった。と、イデが思った時には、もう第六文明人の意志を全部吸い尽くしてしまっていた。意志の場、を作るといった生優しいところでは止まらず、一気に、イデ、が吸収し尽くしたんです。要約すると、実験段階ではうまくいっていて、制御できるものだと思って、イデオンを作ったところ、制御どころか、誕生したイデ自身も制御が効かず、第六文明人を滅ぼし吸収してしまった。といったことだろうとおっしゃられています。また小説版ではシェリルの予測として次のように書かれています。大体同じような説明になってはいますが、大きく違う点は、第六文明人が消滅し石が取り込まれた結果、イデ、が実体として現れた。インタビューの説明だとおそらく、イデが誕生し暴走した結果、第六文明人の石が取り込まれてしまった。先ほどの富のメモでは、
伊勢は自らの意志で第六文明人を滅ぼしたのだと書かれています。この説明では、伊勢はもともと存在するものであり、第六文明人は、伊勢という場を工学的に封じ込めただけとなっています。そして劇場版ではどのように語られているのかというと、第六文明人もまた、伊勢によって滅びたのであろうと言っています。このセリフは、テレビ版の27話と同じものが使われています。27話では、34話同様に、第六文明人が滅びたのは、伊勢をコントロールできなかったからではないか、と言っています。劇場版では、このセリフは、パイパールーによるコントロールの可能性のセリフに変更されています。インタビュー、小説、本編、富の目も、長々と話しましたが、ディテールは違えど、これらには共通したものがあります。それは、伊勢というのは独立した意志、自我があるということです。これは劇中では、自己防衛に反応するということに対する矛盾で説明しています。自己防衛に応えて伊勢は動き出したらしいという、ジョリバに対して、コスモは、第六文明人が滅びたことの説明がつかなくなることを指摘します。このセリフ自体は、テレビ版から変更されていて、テレビ版では、俺たちを守ってくれない、となっています。このテレビ版のセリフも台本の元のセリフは劇場版のもので、それを訂正したものになっています。これに対して、ベスは、伊勢そのものが独立したものになっていたら考えられるぞ、と言います。劇中のベスの見解でも、伊勢というのは独立した存在になっているのだろう、と言っているわけです。そしてこの後に続くのが、先ほどのカララのセリフで、伊勢を生み出した第六文明人であっても滅ぼすのだ。つまり、伊勢自体は、第六文明人の意思の集積、集合体かもしれないが、伊勢は第六文明人とは別の独立した意思を持っている。だから、伊勢が守るのは第六文明人ではなく、伊勢自身を守るのである。というのが、コスモの疑問に対する答えであるわけです。イデオンの30周年トークイベントでは、上記のような説明をされています。イデという固有名詞を設定した瞬間に、それは固有の存在であり、偏りがエゴがあるものであると。つまり第六文明人の意思の相違や、井戸の産物ではなく、イデというエゴがある存在であるということです。だもんで、伊勢とは何かというのは、独自の、意志、自我を持った知的生命体の意志の集合体であり、それをエネルギーに変える、場、という表現になります。非常に回りくどい説明をしましたが、これは劇中でも何度も触れられています。34話で、フランクリンは、伊勢は知力を一つの場に集積してエネルギーに転化する働きを持つ、と言っています。ベスもまた34話で、人知の集合によって発生するエネルギーである、と言っています。そして、伊勢は意志を持ち始めている、のであると。テレビ版ではベスが、劇場版ではコスモが夢の中で、伊勢と会話をするシーンがあります。微妙に変更はされていますが、自身のことを、幾千、幾万、幾億の意志の集合体たる、我、と言っています。表現は多少違っても、伊勢がどういうものかは、大体劇中で説明されています。そして、伊勢には意志があるのですから、伊勢の発言、発動には何らかの意図や目的があるということです。重要なのは、伊勢が何なのかということではなく、伊勢の目的とは何だったのか、ということです。テレビ版の最終は、コスモスに君と、イデオンは打ち切りになったため、最終話の最後はナレーションで終わっていますが、そこでは次のように、語られています。そう、カララとドバの対面こそ、イデが与えた最後のチャンスだったのだ。
それを人々は、お互いに拒否した。そのために、イデは、その無限力を解放していったのだ。カララとドバの対面は、イデが人類に与えた最後のチャンスだったが、人類はそれを拒絶という形で終えた。だから、イデは自身を発動させたのだ、と言っています。その結果、人類は滅びたという終わり方になっています。つまり、イデは争う二つの人類が和解という形で終わることを望んでいたわけです。しかし、人類はそれができなかったために、滅ぼされた。ところが、劇場版の発動編では全滅するのは変わらない。つまり、イデに人類は見限られたにもかかわらず、人によって見方は違うと思いますが、最終的には、救い、の話になっています。この矛盾はどういうことなのでしょうか？イデの目的とは何だったのでしょうか？イデの目的を考えるにあたっていくつか考慮すべきことがあります。一つ目は、コスモたち地球人と、バッククランの人々とは何だったのか。二つ目は、優勢の意味です。三つ目は、イデの防衛本能。四つ目は、イデの伝説と、良き心の意味。最後は、メシア、の意味です。厳密に言えば、どちらの星も地球であるため、小説版に習い、コスモたちの星をマザー、カララたちの星をバッククランと呼びます。マザーの人々と、バッククランの人々は、特殊なおかっぱを除いてそれほど容姿は変わりません。共に人型のほとんど才のない知的生命体です。これを強調しているのが、コスモの輸血をカララが行うというシーンです。またマザーとバッククランがソロ星を挟んで前天図で一直線に並んでいること。これらは偶然ではなく、イデによって意図されたことです。当時のテレビ版の説明では、富野監督は常軌のようなことをおっしゃられています。第六文明人の残滓を、イデがマザーとバッククラン、二つの星に残した。二つの惑星で、人類が再生するのを長い間では待っていた。自分を正しく使ってくれる人類を。ざっくり言うと、直接の子孫というわけではないとしながらも、マザーの人々もバッククランの人々も、第六文明人の流れを汲む存在なのであるということです。そして、そんなことをしたのは、イデ、なのであると。小説版では、これをもう少し深く掘り下げています。前回、イデという名前はドイツ語のイデー、つまりイデアという言葉に由来するという話をしました。イデアという言葉は本来は哲学用語ではなくギリシャ語で姿を表す言葉です。だからこそイデオンゲージはギリシャ文字の組み合わせとして設定されているわけですね。一般名詞に過ぎなかったイデアがプラトン以降、デカルト、カント、ヘーゲルと様々な意味を持つようになった。これは、イデア、という言葉に、人、が執着していると言えるのではないか。また、バッククランの、イデの英雄伝説、に対する扱いと同じものなのではないか。マザーではアカデミックに、バッククランでは表現として現れていた、のではないかというのが、シェリルの見解として書かれています。マザーもバッククランも、コン、が同じなのではないか、ということが書かれています。アニメではそれほど詳しくは語られていませんが、一応そのような振りがされているということです。そもそもバッククランはソロ星、ロゴダウ、になぜ来たのでしょうか？これは接触編でわかりやすく説明されています。最近バッククランでは遊星が落ちる事故が続いていて、その遊星の震源を調べると、イデの伝説に出てくるロゴダウの方向だった。であるならば、伝説のイデも存在するのではないか、ということで、
バッククランは井出の捜索を始めた。小説版ではもっと詳細な理由なども書かれていますが、アニメでわかるのはこの程度です。この遊星は、バッククランだけではなく、マザーへもやってきている。また遊星は、正確にはロゴダウの方向から現れているわけではなく、この遊星は、ソロシップ、つまり、井出自身、が発生させているものであるということです。これは34話のナレーションでも語られていますが、接触編のエンドナレーションでも、発動編でも語られています。ベスは、第六文明人の遺跡を発見してから、1年かけて動かなかったものが、第七文明人、つまりバッククランとの接触によって急に動き出したのはなぜなんだ、と接触編で言っています。余談ですが、第五文明人というのも、はっきりとは語られていませんが、小説版によるとおそらくバッククランです。ストーリーに照らし合わせれば、その時はソロ星ではなかったので、井出は目覚めなかった。マザーとバッククランの人々は、偶然出会ってしまったのではなかった。井出が発生させたものかもしれない二つの人類。井出は、何らかの意図を持ってソロ星で彼らを接触させた。そしてこの二つの人類の接触によって、井出は目覚め始めた。というのが、大雑把なイデオンのバックストーリーです。ハタリは、ジョリバに、なぜイデが動き出したのかを尋ねます。それに対して、イデの防衛本能によってイデは動き出したらしいんだと、ジョリバは言います。より純粋な自己防衛に応えてイデは動き始めた。劇中で表現されているパイパールーにより強く反応するということですね。なぜ、井出は自己防衛に反応するのでしょうか。それが先ほど紹介した、この問答の後に続くカララのセリフ。井出は自らの存在を他の者に侵略されぬ前に、他者を滅ぼす。他者に侵略されぬ前に、つまり井出自身の生存本能に由来しているということです。自己防衛するのは、生存するためですからね。これを端的に表しているのが、ドバに向かってデクが言うセリフです。井出も、生き延びたいからな。井出の意志の大元にあるのは、生存、存在し続けるというところにあるわけです。富野監督は、対談でイデオンという物語の根本を次のように語っています。イデイというのはどういうことかというと、一度、僕がこうやって存在させてもらったんならば、存在なんだから永遠に存在したい。っていうのがイデオン。だから、イデイ、が乗るオン。だけどそれを扱う人類っていうのはまだ幼稚でしかない。っていうのはこれは、幼年期の終わり、からいただいたもので。幼稚でしかないんで、きっと僕をこういう風にして雑に使っていくね。雑に使っていった時に、イデオンっていう僕なんだから。人類、つまり知的生命体に対して、馬鹿にしてもらっちゃ困るよ。もう僕はイデイ、イデそのものになってる。存在そのものになってるんだから。僕を好きに扱ったらお前らも全部、全滅するぞって話にしたの。幼年期の終わり、というのは、SF 作家の巨匠、アーサー・C・クラークの傑作小説です。まだ幼稚な存在でしかない人類が、僕、井出、を雑に扱ったら全滅するという話だ、ということですね。井出の根本にあるのは、井出として一度存在したのだから、永遠に存在し続けたいというものです。また、井出オンライナーノートには、ラストのプロットについて次のように書かれています。井出が絶対神として存立するという終わりでは、因果律の物語ではなくなってしまう。それに対して、井出自身が存立するための自衛手段が大断言となれば、すべて帳尻が合うだろうとなっています。前回も言いましたように、ライナーノートはフィクションを交えて書かれているので事実とは言えないものの、思考の手順を知る手がかりにはなるでしょう。
ここでもやはり、井出自身の存立。つまり存在し続けようとすることで帳尻が合うと書かれています。存在し続けるための自衛手段、つまり防衛本能に関わってきます。井出を理解するには、生き延びたい、存在し続けたい、井出、というものを考える必要があります。井出の防衛本能が、グーやコスモたちを守ることと、何のつながりがあるのでしょうか。これは井出が存在し続けるというのはどういうことか、というのと関係があります。ここで重要になってくるのが、冒頭で紹介した、井出とは何か、ということです。井出というのは、知的生命体の意志の集合体、エネルギーに転換する場。つまり、井出には知的生命体の意志、ひいては知的生命体、人類が必要であるということです。夢の中でベスは井出に向かっています。知恵のもと、心のもとは人だ、人を殺して、井出が、あるものか。従って、人類を守るということは、井出の自衛に、防衛につながるのです。このことを表しているのが、我らが主人公コスモのセリフです。井出はもともと知的生命体の意志の集まりだ。だから、俺たちとカバッククランを滅ぼしたら生き続けるわけにはいかないんだ。にもかかわらず、井出は彼らを争わせ、その発動によって人類を滅ぼしてしまいます。これでは話が噛み合いません。これはまた、バッククランの総大将であるドバも気づいています。知的生物がなければ、井出は存在し得ないのに、なぜ殺し合いをさせるのか。その理由は、一見、フレーバーテキストのようなバッククランの、井出の英雄伝説、にあります。井出の伝説では、井出の力を借りて怪獣を倒せれば、平和に暮らせ、倒せなければ英雄も井出に滅ぼされる。そして井出は、良き力、によって目覚めると言われています。人の和、を求めるのであれば、井出は良き力を示し、そうでなければ滅ぼされる。第六文明人たちは、その井出の意志を無視したから滅ぼされたんじゃない。カララによって語られる、井出の伝説。この話で重要なのは、良き力、です。井出は、単に知的生命体を必要としているだけでなく、良き力、を求めているのです。そしてそれは、人と人との和、のことではないか、とカララは言っています。これは劇中で、具体的にカララの、理想主義、として現れています。コスモは、カララの乗った脱出ポットがやられた時に次のように言います。なぜだ？なぜ殺す？なぜ戦う？なぜそっとしておけないんだ？なぜカララさんを殺した？カララさんの理想主義が、井出を抑える鍵だったかもしれない。コスモはカララの理想主義こそが、井出を抑える鍵かもしれなかったと言います。このコスモの叫びは、井出の力によって本来聞こえるはずのない、ドバや銀泥にも届きます。つまり、これこそが井出からの人類に対しての回答であるということです。そして先ほど紹介しました、39話の終わりのナレーションでも、井出は、直接対面という最後のチャンスを与えたにもかかわらず、人類は互いを拒否したとなっています。人類は、良き力、良き心の象徴であった、人と人との和、を示せなかった。従って、人類は井出に滅ぼされることになるわけです。井出の優勢によって、マザーもバッククランの地球も壊滅、滅亡します。しかし、先ほども言いましたが、井出には人類が必要であったはずです。一体なぜ、人類を滅ぼしてしまったのか。井出の真意とは何だったのでしょうか。そうよ、パンがなければケーキを食べればいいじゃない。良き力、の源たる、良き心、
を示せる人類がいなければ、自分で作ればいいじゃない。ということで、井出の出した結論というのは、自らが良き力を発動する人類を新たに作り出すということです。これにコスモが気づくのです。先ほどの人類を滅ぼしたら井出も存在できない、という後に続くセリフが、井出は新しい知的生命の元を手に入れようとしている。ではなぜ、地球を滅ぼしたのか。悪しき心をなくす。井出は、良き心によって発動するって伝説は、このことだったんだ。これに気づくのはコスモだけではありません。バッククランの総大将ドバージバもまた、井出の狙いに気づきます。先ほどの、なぜ人類が必要な井出が人類に殺し合いをさせるのか、というのが分かったというドバ。己の業を乗り越えられず、引きずった生命体の意志では、井出は良き力を発動することができない。先ほどの、監督の言葉を借りるならば、井出を扱う人類というのは、まだ幼稚な存在でしかない。だから雑に扱ってしまう、正しく使ってはくれない。と、なれば、自ら、良き力の源たる知的生物を作るしかないと。井出は、知的生命体の意志をエネルギーに変える場、知的生命体の意志の集合体である。したがって、井出は存在し続けるために人類、知的生命体、を必要としている。その知的生命体とは、良き力の発動ができる、良き心を持った生命体でなければならない。しかし、現在の人類はそのような知的生命体ではない。良き心を持った新たな知的生命体を自ら作るしかない。結果、悪しき心をなくすため、現在の人類を全滅させる。新たな生命の種をもとに新たな知的生命体を作る。というのが、井出の狙い、エンディングの意味です。つまり先ほど紹介した、井出自身が存立するための自衛手段が、ということになっています。新しい知的生命の元として、メシア、が選ばれるわけですが、どうしてパイパールーではなかったのでしょうか。それまでずっと、パイパールーの防衛本能に応えていたのに、井出はなぜ、メシアによる再生を行ったのでしょうか。ライナーノートには上記のようなことが書かれています。終局は、パイパールーだけでは支えきれず、より純な意志の存在が必要であろうと。井出は、ハルルの銃撃から理想主義を掲げていたからではなく、メシアを守りました。人の輪を掲げていたからを守っても良さそうなものです。人類がそれを否定したことにより、全滅させることが決まったわけですからね。このメシアは、もちろんパイパールー以上の新しい生命です。しかし、このメシアは単にルー以上に新しい生命というだけではありません。ベス、マザー、とカララ、バッククラン、の子、異星人の間に生まれた新しい生命。つまりカララの理想主義の象徴、良き心を体現したものがこのメシアなのです。ライナーノートには、メシアの意図として上記のようなことが書かれています。赤ん坊より、新しい生命、死の元たる胎児。それも異星人同士の間から生まれる新しい生命に象徴されるべきではないか。二つの人類の愛の子であるからこそ、二つの人類を再生させる元になるということです。そしてイデが全滅させた人類の再生こそが、イデオンのテーマである、輪廻、を表しているわけです。じゃあ、私たちは、なぜ、生きてきたの？井出の思惑をコスモから聞いたカーシャはこんなことを言います。コスモも、こんな甲斐のない生き方なんぞ認めないと叫びます。井出音で表現されている、輪廻、というのは、人類の目線で見ればあまりにも理不尽なものです。
ライナーノートには、リンネ、について次のようなことが書かれています。リンネとは、個人の意思とは別のところで、厳然として発動するのではあるまいか。コスモや、カーシャ、バッククランを含めた人類は、決してリンネなんか望んでいたわけではない。リンネなんていうものは、そもそも人類の思惑や願望の拉致外のものであるということを表しているわけですね。そもそも人類が手を取り合うことができなかったから、人類は滅びの道へ向かったわけですが、彼らの理想主義が実現していれば、人類は滅びることはなかったのでしょうか。前回紹介しました、観念と映像、という監督のコラムには、上記のようなことが書かれています。この文章の前には、異星人同士は分かり合えるといったことのそれらしい長文のセリフが書かれています。ビジレイクを並べて、彼らの理想主義に周囲が同調していきました。そんなプロットを作ることは簡単であるが、イデオンではそういったことはしていない。そういった構造をとっていないのは、富野義行の観念の現れの一つだからである。それは言葉一つで他人を強化、同調者とするようなことは特殊な場合を除き、まずありえないだろうというような。これを端的に表現しているセリフが劇中であります。我々は、何百億の生命体に、よくあれ、と伝える術を知らないんだ。これは何もベスたちだけのことではなく、いかなる先達もこのようなことを成し得た者はいません。彼らの、理想、主義というように、あくまでも、理想、でしかない。イデが望むような、良き生命体、に人類全体がなることなど不可能であるということです。また、理想、という言葉も、イデ、の由来である、イデー、イデア、の訳語の一つです。メシアを中心に、コスモたちが光の本流となり、新たな生命体として再生するシーンは、カンタータオルビスと相まって宗教的でもあります。イデというのは、神、を表していたのでしょうか。イデ、は何か、ということに対して一番気になるのは、実はこういった話なのかもしれません。これまでの説明でお察しの方も多いかとは思いますが、もちろん、イデ、というのは神のことではありません。神、というものをどのように定義するのかにもよりますが、人類を作った存在を神とするならば、エンディングを見ればそうも捉えられます。しかし、天地創造、つまりこの世界を作った存在、そしてイデオンは SF なので、宇宙を作った存在と考えるのが一般的な考え方かと思います。ここで、イデ、とは何だったのかを考えたときに、イデは知的生命体の意思の集合体、エネルギーに変える場です。つまり、イデ、の発生には知的生命体の存在が不可欠です。ということは、神の誕生の前に知的生命体の存在があったという矛盾が生じます。これは人類を誕生させたものとして考えても同じで、イデを誕生させた第六文明人を作ったものは一体何なのか、となります。これは、当然、イデ、というものを設定するときに、本体は、神、である可能性も考えています。イデの発言についてのメモ、には上記のようなことが書かれています。この構想段階では、第六文明人が存在したのは、現在の宇宙とは違う宇宙であり、その宇宙が混沌すぎたためにイデが滅ぼしたとなっています。イデ、は第六文明人が存在した宇宙の総意とすることもできるが、それは同じく、第六文明人の宇宙を作ったのも、イデ、ではないのか。イデ、を作った宇宙を作った、イデ、を作った。イデ、を。結局、初めの、イデ、とは虚無に陥ることになる。そのようにはしたくはないので、神という実在ではなく、知性の意識、の共振がパワーとして発生する場、
つまり現在の設定のようなものにしたいと書かれています。また、先ほど紹介しました30周年のトークイベント。イデは固有の存在であり、偏りが、エゴがあるのだ、という説明は、来場者の、自分は神のようなものと解釈しているが、監督はどう考えているのか、という趣旨の質問に対する回答の一部です。その回答にしてはひどく曖昧なものですが、やんわりとした否定になっています。これでは伝わりにくいと思われたのか、これに続いて次のようにおっしゃられています。おそらく、イデは神ではないだろう。物語の余白を残すという意味もあるのかもしれませんが、やんわりとではありますが否定をされています。そして先ほどのライナーノートに書かれていたラストへのプロットに対する見解。イデが絶対神として存立するのでは、因果律の物語ではなくなってしまう。イデが絶対神、神として存在することになると、全知全能の存在であり、その存在は他によらない。神にとって人類の存亡というのは取るに足らないことであり、気まぐれ、道楽になってしまい、イデが人類に干渉する必然性がない。しかし、イデが知的生命体の意思の集合体である、不完全な存在とすることで、イデの存続には人類の存在が不可欠なものになり、イデが人類に干渉する理由、必然性、因果関係が生まれる、それが物語を生むというわけです。劇場版のイデオン、つまり43話までの絵コンテというのは、当時の証言などによるとテレビ版が終了してほどなく完成しています。記録全集には、40話から43話までの絵コンテが掲載されています。なので、イデ、というものに対する最終的な見解は、劇場版と同年に刊行された小説版ということになります。最終巻である発動編には、イデ、の心情のようなものが書かれており、なぜ、予期生命体、をイデが求めていたのかが書かれています。イデが、予期生命体、を求めていたのは、でなければ自身が汚れてしまうという恐れがあったからであり、その根本にあるのは、自身の発生、誕生が健全なものではないからである。小説版でもイデというのはその発生が不健全なものであると書かれており、神とは別の存在と言えるでしょう。ストーリー、本人談、富のメモ、著書、小説などと照らし合わせると、イデは神というようなものではないと考えるのが良いのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。イデは何か、というのは基本的に劇中に出てくるものそのままです。そして小説版などを読むと細かな違いはありますが、内容をより理解しやすいのではないでしょうか。その上で見返してみると、人種問題などの裏テーマも見えてくるかもしれません。イデが果たしている意外な役割も、またモチーフとして紹介しました、禁断の惑星、そして、幼年期の終わり。禁断の惑星、は設定の面白い映画ですし、何より、幼年期の終わり、は、SF 史上に残る傑作で、イデオンに通ずるところも見られると思いますので、ご興味のある方はぜひご覧になってください。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。